はい、こんにちは。63歳機械島の男吉田セルリンです。コロナちょっと機械島も大変みたいだね。こう関西ネットワークあってね、俺の同級生の弟がずっと広報みたいやってるんですよ。毎日教えてくれるのよ毎日機械島の情報詳細に来る。素晴らしいね彼は。で見たらちょっとコロナ冗談じゃないから9月の柴崎の島に帰るのをやめました。まあ俺のためでも島の人もっとね、いろいろ持ち込まれても困るだろうし、切符買っちゃったんだけどね、ビーチで買ってるからぶっ飛ばすしかねえな、しゃあねえか。いやーちょっとでも今年中に帰れんのかな、ちょっと参っちゃったな。家とかね腐るとまずいし、まあまあじっくり考えましょう。あ、ところでさ、この前個人的に落ち込んでるって言ったじゃん。あれね、実は年金の繰り上げをやったのよ。何も調べずにやったら証書が来て、見たら えこんな額、はい決定しましたって。うわ、これでずっと決定ですって言って、この決定覆すには裁判するしかありませんっていうのも書かれてるの。何やこれって、なんちゃらこれ、てるこ時期はもらいが少ないって事実やな。でもこれ生活90や100なったら無年金みたいにして生きていかないかねやなって、それで落ち込んじゃったの。あ、なんてバカだ俺はとか調べずにやったからさ。でネットとかで、まあその前にちょっとネットで、あ、これだけ安いんだって見てみたら、いや年金の繰り上げは簡単にやっちゃいけません、非常に危険ですとかね、なんか計算機しもあって、合ってるのよ。うわ、なんてバカなことしたんだって、すっげえ落ち込んで。かんちゃんありがとうね。これであの郷里の出身のすごい弁護士さんとか紹介してもらって会いに行ったら、そうなのか調べてみようかな、でもそうなのかなって、ちょっと年金事務所行った方がいいんじゃないのって言われてさ、お前アホやけすぐ行けやがって行ったら、これダメですかねって言ったら、いやあんた、いやこれ違うんだよって、これ2年間の額で、で65からのこれだけ出ましたけど、ただあなた離婚してるのと、あれですから、分割されてますから、この、ってハガキが来たんだけど、ハガキの額よりは少ないですよって。ああ、そうって納得しちゃった。無年金ではなくて、しかし、アホだよな、俺、本当。最大の欠点はない。よくチェックせずに動く。で、そこで落ち込んでいたんだけど、偉いとこはね、反省でも前向きよね。何を言ってるかって言ったらね、実は偶然なのかどうか、偶然じゃないけど、そのねぶっ飛ばしたと思う年金の申請をちょうどする頃に、普通絶対見ないんだけど、コーチングのビデオ YouTube ちょろっと見たの。ちょっとそこにマザー・テレサのさんのお話があって、私はこれに答えられなかったけど皆さんどうですかっていう質問があった。ありがとうの反対なんでしょう、ありがとうの反対、ありがとうの反対なんだろう、その人も答えられなかったんで、で聞いたら、当たり前、ありがとうなんて当たり前、ああそういうことかと思ったから、俺年金でね、はあ、当たり前にもらえるも当たり前、当たり前なんだよねって、それでぶっ飛んじゃったんだよと思った。ものすごい落ち込んだけど、もっと当たり前とものを見てないかなと思ったのよ。だからこうタコやってるけどさ、車が動くの当たり前、そんなんてもうすぐやめて、もうすぐ整備に出して、当たり前ってないんだよね。そっか、ありがとうなんて、これを教えてくれるためだったんだなと思ってね。まあすぐに思考は変わんないけど、ただ当たり前という発想は全部消そうと思って、今元気、糖尿病になったから健康注意してるけど、ならなかったら当たり前と思ってたんだけど、糖尿病になってしまったらね、今管理うまく自分でいろいろ勉強してやってるからすっごくいいんだけどさ、できなかったら終わりだよね、あんな恐ろしい病気ないから。機械島に生まれたのも当たり前って思ってた可能性ある。ここの家に引っ越せたのも当たり前と思ってたから、違うよね、当たり前じゃなんだよね考えてる人はそうだよね。こっちに新大阪行った時ってこう2倍だからさ、今の状況で続いたら毎月赤字やからね、家賃で潰れちゃうけど、こんないいとこが安くで、それも崖から落ちるような寸前時に常に俺助けられる。今回の年金の話もね、
としたと、まあ、まあ自分の欠点もねよく分かったんだけど、当たり前っていう感覚はないよね。なんかこう見える、指が動く、あのね YouTube ができる、当たり前じゃないんだよね。でもね、なくして初めて分かる、これ本当、まあ、なくしはしなかったけど、なくすというシミュレーションを2ヶ月ただ悩んでたってだけでも情けないけど、2ヶ月なくしたっていうシミュレーションをずっと徹底的にしたのよかったわ。ありがたい話やね。まあそういうことで今日は